村田町は、宮城県柴田郡にある町。15世紀に、村田城が築城され、江戸時代に水運を活かして、仙南地方における紅花の集積地となって栄えた。中心市街地の村田は、生戸壁が多く用いられた、店蔵と呼ばれる、土蔵造りの店舗と、豪壮な表門とが並ぶ古い町並みが残っており、7.4ヘクタールの、 区域が2014年9月18日付で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。道の組宮城の小京都としても知られる。その他、スポーツランドスゴを有しており、町内の一地名であるスガオ、スゴはモータースポーツ界では鈴鹿と並び非常に有名である。宮城県の南部に位置する。 町の7割を緩やかな丘陵が占める。町の中心部は、東西北の三方を山に囲まれた盆地であり、また、市街地の東部を川が流れるなど京都に類似した地形となっており、小京都と言われる遊園の一つとなっている。1961年5月16日制定。村田町の無を図案化したもので、村田町をめぐる。 山を上部に取り入れ、和と飛躍する、高級発展の姿を表した。村田高等学校町内を、東北新幹線が通過しているが、駅はない。鉄道を使用する場合の最寄り駅は、JR 東日本東北本線大河原駅。宮古バス村田駐在所村田町には、宮城交通の子会社宮古バス村田駐在所があり、バスの結節点となっている。しかし、 特急バスを除く全路線が財政難を理由に宮城交通グループの廃止路線候補に上がっており実施された場合は特急バス以外に路線バスがなくなることが見込まれている実際1時間に1本は確保されていた大河原線が通勤通学対策の発展後往復を除いて大幅減便され逆に仙台方面の特急バスは座を延伸 村田町内停留所を大幅削減した上で、当初の2往復から10往復に大幅増便されるなど、出入庫、通勤通学客主体の仙台線と日中の幹線路線である大河原線のお役割、地位が完全に逆転している。2007年3月31日をもって、村田営業所長野、白石、村田営業所、 柴田高校の系統が廃止されたほか、特急バスも村田止まりであった時代と異なり駐在所を経由しないため、結節性は薄れた。ありがとうございます。